連日の猛暑が続く中、こだわりの食材を使ったグルメなかき氷に注目です。まずやってきたのは福岡市南区にあるハラペコラボ。失礼します、はい、こちら花のかき氷でございます。すごっ。夏限定で提供中の花のかき氷、4種類の自家製フルーツソースにたっぷりのフルーツやエディブルフラワーなどをトッピング。さらにこちらキラキラと輝くのは琥珀糖ですね。綺麗だな。お店の看板商品である琥珀糖、好物お菓子とドライフルーツやナッツがたっぷり入ったお菓子、宝石のカッサータを贅沢にトッピング。色とりどりの宝石箱のようなかき氷、そのお味は？めちゃくちゃ美味しい。まずソースがフレッシュですね。さらには琥珀糖ね、外側シャリシャリで中がプルンとしたこの独特の食感が本当たまらないですね。じゃあカッサータいきましょうか。へー、美味しい。なんか食べたいものがこの一皿で満足できる。初めてですこんなかき氷。続いてのお店は熱捨て、熱いを捨てる、なんか独特の名前ですね。先月オープンしたばかりのかき氷専門店熱捨て、こちらでいただけるのが、お待たせいたしました、はい、マサラチャイでございます。はあ、チャイのかき氷は初めてです。シナモンやクローブなど7種類のスパイスがブレンドされたマサラチャイのかき氷、チャイ味のババロアの上に氷と甘さ控えめのチャイソースを何層にも重ね、上にはたっぷりのクリームをのせました。めちゃめちゃスパイシー、結構ガツンとチャイを感じられて、ババロアが口の中に入ることでクリーミーさが増す。おいしい。続いてこちらは今年6月から期間限定でオープンしている氷菓子蜜。毎日仕入れる新鮮なフルーツを使った生かき氷が自慢のお店です。注文が入ってからフルーツを真空ブレンダーにかけて蜜を作るのがこだわり。真空状態でブレンドすることで酸化を防ぎ、フルーツ本来の味や色を楽しめるんだそうです。この時期のおすすめは旬の桃、桃2個分を贅沢に使ったこだわりのかき氷を店長自ら食レポ。うん、もうジューシーと香りがもう口いっぱいに広がる最高のかき氷でございます。さらにこちらでは余った蜜に無料で炭酸水かヨーグルトを加えてドリンクにしてくれるというサービスも。二度楽しめる新感覚のかき氷、ぜひ味わってみてはいかがでしょう。